台湾塩水陳で祝われる塩水鉢、宝台湾大落慶響の転灯現象説は、正月の持ちの日を祝う中華圏での習慣である。正月は別に基づきとも称され、基づきの最初の酔いであることより現象説と命名された。可燃は現象説を迎えて終了する重要な一日である。現象説の由来は、館内にまで遡ることができる。 官庁の実権を掌握した旅行が放御すると、国内では諸領の乱が発生。これを閉廷した、陳平等により流管が皇帝に衰退された。反乱閉廷を達成したのが、正月15日であったことより、以降皇帝は毎年この日に宮殿を出て、民衆と共に祝賀したことに由来する。この日を文帝により、現象説あるいは元夜、元夕と命名された。また道教も現象説に、 大きな影響を与えている。同郷における三元紙、すなわち上限転換、中元地換下元水管をそれぞれ正月15日、7月15日、10月15日に割り当て、それぞれ上元節、中元節、下元節として採取が行われ、そのため現象節は上限節とも称される。現象節に転換を採取するにあたり、 人々は提灯を作り華やかな雰囲気を喪失し、吉祥、邪気払いを行っていた。これらの宗教性が次第に希薄になったが、現在でも現象説には、色とりどりの提灯が用いられ、そのため当節とも称される。式学書には、男、武帝の時代には、現象説には、大地神の祭祀が行われていたと記載され、夜通し提灯が灯されていたと記載されている。 現象説が民間の風俗となったのは仏教の影響を受けた後である。五感になると仏教が中国に伝播し、明帝の時代には祭がインドより帰国し、インドでは正月15日に仏斜里を祀ることを伝えたことによる。仏教では灯明が仏具に用いられていたため、現象説には各自委員で灯明を灯し法へを開くようになった。 現象説に蝶賃が用いられるようにな、南北朝時代、両の官文帝による現象説の様子を描写した列豆腐なども残されている。また随代になると、外国施設の三大を現象説に定め、多くの蝶賃を用いた現象説を見学させることで国力の充実を内外に示した。中東になると、さらに盛大な行事となった。東大に蝶賃を用いるのは、 現少説及び前後1日とされ、関内から1日とされた現少説が3日間とされた。当庁では、都の城である長安では、夜間の外出が禁じられていたが、現少説に限ってはこの禁令が解かれ、民衆が超鎮を見るために賑にわった。また国力が充実していた時期には、 王皇貴族が自らの富を表現する場として現象説が選ばれ、改元天保記事には幻想により高さ150尺の、蝶賃を、ヤギヒの姉にあたる韓国夫人も、桃井当時なる大規模な蝶賃を制作したと記録されている。壮大になると現象説は、さらに盛大になり、大祖により、期間も、正月14日から18日の5日間に延長された。蝶賃も、 壮大のものに比べて成功かつ豪華なものとなり、新ステル室の制玉案もというに当時の現象説の盛大さが描写されている。壮代の現象説は朝廷より民衆に酒が貸しされたことでさらに多くの人出を見るようになった。またこの時期より朝廷に謎かけを行う習慣も登場している。新大になると満州より氷島が中原に紹介され、 提灯の製作に影響を与えたと言われている。現象説には湯、窓かを食べる習慣がある。湯窓かはもち米を原料とした団子であり、中には様々な具が入れられる。甘いものとしては砂糖、くるみ、ごま、あずきあん、氷砂糖などが、塩辛いものとしては肉や野菜で作られた具が入れられる。熱湯の入れられた鍋で茹でる際、湯の中で、 団子が踊る姿を天に輝く満月に見立てた。そして家庭が、団ドかと音が似ている、湯ドかという漢字が使用され、宋代の修筆代も、減少。シャフマルコという詩の中で、混湯瀬、南湯、団窓かジ治道と表現し、現在でも、台湾では、吉良湯、窓か高マドかという民謡が広く知られている。 現象説に、湯、マドかを食べる由来は、東大に現象説に食べられていた、面会庫に遡ることができる。宋大になると、乳頭を丸子と称されるようになりこれが湯、マドかの前身であると考えられる。宋大の詩人、周筆大による、シャフマルコという漢詩の中に、星三柄すぐも座と、玉浮き濁水中という一文があり、現在の湯ドかに近い形態であったと想像される。 秋夜になると、現象の名称で呼ばれることが多くなる。竜は家具の借中詩にその製法が記載されている。また、寝台になると、発泡現象と称される湯窓化が美食として知られるようになり、減少説に欠かせない料理として定着していくこととなった。一はの天下が天より人間界に舞い降りた際、一人の漁師の放った矢で傷ついてしまった。それを知った。 玉光大帝は、自ら大切にしていた天音ガに代わって、正月15日に天より兵を使わし地上を焼け払うことを計画した。その計画を知った一人の仙人は民衆を救うために地上に降り、正月15日に家々で松明を燃やし超人を灯すことで厄災を逃れることができると伝えた。人々は仙人の言葉の通りに、 正月15日に松明を燃やし、長ょを灯すと、その仙人は、玉光大帝に対しすでに地上は焼き払ったと報告。玉光大帝は、週紙を率いて、何天もにより地上を見下ろすと、地上は赤々とした炎に包まれており、すでに地上を焼き払ったと錯覚したため人間界が、焼き払われなくて済んだ。このことから、毎年正月十五日に長ょを灯す習慣が、 できたと言われている。壮大に、習慣となった、伝統という人物がいたが、とうとう、明かりが同音であったことから認知で、その使用を禁じ、それを犯した者は処罰するという通達を出した。住民たちは、明かりの文字が使用できないために、明かりを、非、転倒を、天下と称するようになった。現象説を迎えた際に、伝登るも習慣に従い常鎮を準備し民衆に、 干渉させることにし、その通達文を作成することとなった。しかし、明かりの文字が使用できないため、漢画の官人は悩み、その結果、明かりを人改めることし、本州異例、放火3日と通知を出した。たまたま他の土地からやってきたものは、この通達を見て、この古時より中国語で、官民差別を風刺する際に使用する。ただ元週間放火 不挙白症天頭という言葉が生まれ、現在でも使用されている。ボタン道路の原作である戦闘神話では、主人公二人は現象説の超鎮見物で出会うことになっている。これをボタン道路では、裏盆会に移し替えた、重刑史回収区に大馬という習慣がある。これは、現象説の夜、人々が戸外に椅子を出し、いつも肉くを持っていた相手を力いっぱい罵倒し、 罵倒された相手はそれに反論してはいけないというもので、ある。山東省巨剣では、老若男女が減少説に、戸外で活動する習慣があり、早老顔と称される。年に一度必ず外出することで、若さを保つとされる。福建省南部では、村同士の子供たちが石を投げ合う習慣がある。石を投げないと村に薬病が流行ると言われている。 海南省文章圏には、ツアオと称される習慣がある。これは、他人の屋敷の裏庭で栽培されている野菜を盗み、盗まれた人に非難されることを吉祥とする風習である。台湾でもネギを盗み吉祥を占う風習が古くは存在していた。現在でも、津引き、嫁光王。津引きな、嫁光婿という、この風習に由来する俗語が残されている。 随所音楽姉妹当正月、一万国来町、止めいたり十五日予担門外建国門内、面校八里、列ため議場立立立高山、上限夜天の、百里南、光明脱目東風よるっぱなし花千樹、らぶき落ち、聖女う。馬長者高万路大鳥小聖堂、玉子光天、人よぎょ竜舞その製法鳳、もち米細麺、内洋角桃、白刀。 媒介ため案、殺水混成、除格灯台、即降難所ゆえんなり。ありがとうございます。